みなさん、こんにちは。はじめまして。僕の名前はガーブン・ブレンデンです。よろしくお願いします。ここでスピーチができて嬉しいです。今日はすごい日から皆さんの物語を話します。僕の物語は複雑じゃないです。もしかしたら面白くかもしれません。この話は簡単な。スノーホワイトという話があります。皆さんはスノーホワイトをよく知っています。スノーホワイトでジャック・ジョーナーは誰が世界で一番美しいですかといる鏡に質問しました。この女王はうのぼれの強い人です。鏡はスノーホワイトが世界で美しいですかですと言いました。女王は羨みましました。この話は続きますが、ここまでしておきます。皆さんはそれぞれ自分鏡を持っています。私たちは鏡に質問します。私たちは誰が一番人気がありますか？いつ、いい仕事、いい仕事が見つから見ますか？と聞きます。自分ので誰が世界で一番悪い人ですか？と聞きます。この質問はバカなんですが、わかりました。でも、いつも考えます。本当ですよ。僕の呪いです。面白いところに、僕の鏡は話せません。鏡に質問するとき、姿が 見られます。時々、ヒトラーやスターリンを見られます。そして、自信も。僕の人生は映画のようじゃないです。バックグラウンド音楽がありません。過去はたくさんの余りをした自分があります。それで、僕は本の20歳です。40歳はどうですか？ 60 歳はどうですか？鏡の中で見て過去の平和を見ます。最悪人を見ます。僕は話するから望みがあります。はい、そうです。望みがあります。力が欲しいですよ。自分を しませんより変えられる。お金と大きい家が欲しくないです。良い家族が欲しいですよ。いい弟と父になりたいです。一番弟と父になりたいです。これは愚痴はないです。素晴らしいことです。僕のバックグラウンド音楽は僕の子の笑う声。僕の妻の言葉は僕の喜びたいです。この鏡は吸ってます。私たちは鏡を吸ってればから12になれます。じゃあ、みんな、あなたたちの鏡にどんな質問をしますか？ありがとうございました。